メリケンパークの近くの歩道橋ですね。まずここを渡りましょう。よいしょ。で正面のね、この高速道路がみんなぶっ倒れちゃったんだよね。懐かしいな。メリケン白馬です。多分この車庫を越えると越えられるのかな。そこっちだ。メリケンパーク、メリケンハートバーになります。お、見えますね、マリンタワーが。近づこう。これはね、夜来ないとね、この良さがわからない。ああ、この柱とかね、補強してましたね。ほら、これ倒れちゃったんでね、あの高速道路で。マリンタワー見えます。ホテル大倉。もうちょっと近づいたら撮りましょう。ちょうどね、水銀灯が光りすぎてよく撮れないマリンタワーがあれですね。赤く映ってるのが神戸マリンタワーです。ポートタワーがあって、ホテルオークラの中を通り抜けて早いかなと思ったんですけど、抜けられませんでした。残念。近道はできない。ここは川崎、あ、明日ここを通るんだな。そう、ここを通らないとダメなんです。そうです、ここです。いやー綺麗だね。探して来ましたね。この景色です。ローリング族がもう爆音上げて、若いっていいですね。マリンタワーです、あ、こうだったな。これは昔からあるな。中都って中央ビル、そうあったあった。まだこれやってるのかな。もう10時なんでやってないでしょ。でこれがね、川崎重工の展示場があるんですよ。でこれを見れば4大メーカーはコンプリートなんです。私ね、ホンダ、ヤマハ、スズキを見たことがあるので、あとこの最後川崎を見れば4大メーカーコンプリートです。で4大メーカーね、これね、あれなんですよね、有料なんです川崎は。それ以外無料ね。川崎は有料なんですね。そこがちょっとねびっくりです。でアメリケンパークの中を見て歩こうかな。ああ、これ改造車が集まってますね。正面に見えるのが確かね、ホテルでね、あれなんですよ。私あのオーナーなんですよ。安く泊まれるんだな実は。メリケンパークの下まで来ました。あ、大観覧車だね。これ下からずーっと眺めてるところなんですね。マリンタワーですね。鉄骨塔ですね。あとこうね、川崎重工。これ夜、夜景、夜でしか見えない景色なんで。ちょっと撮影続けますね。メリケ
園パーク、こういう公園は横浜にもあるんですけどね、あのやっぱり場所が変わるとねやっぱり違いますよね、はい、メリケンパークです。はい、メリケンパークです。オリエンタルホテル、そうあれオリエンタルホテル、私オーナーなんですよ、ね、実際には泊まったことないですけど、はい、この建物も建物もいいです。そうそうそう、これも代表する建物ですよね、こうね、川崎の、よいしょ、ぐるっと回ってみますかね、大観覧車もあって横浜に似てますよね、でマリン側とこの川崎ワールド海洋博物館、これは明日行ってみます、うん、あの店まで行ってみますかね、結構人いますね、広いね、広場ですよ、あのホテルもかっこいいですよね、オリエンタルホテルね、で川崎はこういう角度を変えるとこういう風に見えるんですね、お、やっぱり川崎重工船作ってるだけで怒りが置いてあります、おお。で向こうが三宮ですね、三宮、あの防波堤まで行きましょうか、客船も入ってますね、ホテルのところにね、川崎重工を眺めた人はやっぱり地元民しかいないでしょうね、ここが、はい、こことマリンタワーです、はい、はい、じゃあ海に向かうストリートがありますので海の方出てみましょう、こんな遅い時間までね来てますね、神戸べ神戸べって書いてべ神戸って書いてますね、あーあれが六甲アイランドじゃないかな、あの赤い橋ね、大地震の時にね海に落ちちゃったんですよね、でこの床がね光ってる、床が床が光ってるね、これ真ん中に来ると暗くなってね光が強く感じます、これすごいんじゃない、で天照灯が上がってる、天照灯が上がってるね、うん、こういう風景ですね、向こうは何て言うんだろう、結構ね車の流れが六甲アイランドね、
あ、結構ね、よくジョギングしてますね。護岸のところ光ってるんだな。こんなおしゃれな照明、ね、え、あ、やべ、じゃあホテル行こう。宿泊施設に向かいます。メリケンパークの雰囲気が、うまいのか、うまいと思うよ、うまいと思うね、うん、なかなかね綺麗に描いてますよ。これなんか本当ね、人の顔をズバリかけてますね。こういう倉庫街、横浜にもありますね。どっちがいいかと言ったら、神戸の方がかっこいいかもしれない。綺麗かもしれないね。うん、ね。